はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はフラワーアーティストシンというよりは N フラワーデザインインターナショナルの代表長塚として皆さんにお話をしたいと思います。N フラワーでは講師の先生を今どんどん育成をしています。もちろんね、会員さんもどんどん育成していますけれども、で、まあ、海外進出をするために海外の先生も今育成しています。その中でもうすでに他のスクールで講師経験があって、ただそこのスクールで活動、講師の活動がしにくいとか、あとは N フラワーは楽しくがすごくモットーでやってます。そして個性を生かしたスクール、講習っていうのをモットーにやってますね。そういうところが共感できるという先生方がいらっしゃいましたら、その先生方には飛び級制度っていうのがあります。飛び級制度というのは、もちろん N フラワーの基礎的な縦横円の形とか、あとは刃物、枝物のカットの方、カットじゃないテクニックですね、を使うためのテクニックの方法とか、あとアクセントラインとか、こう基礎的なものを覚えていただく必要がありますけれども、それを覚えていただいてそのまま講師として活動していただけるというねシステムです。ただこの飛び級制度に関しては、僕ないし N フラワーの本部インストラクターがこう見て、皆さんの技術量を見て、そこにこう匹敵するものがあるかどうかというのを適性検査をします。そういう適性検査を受かった方がそのまま飛び級制度で講師として活動できるようになるんですけれども、今までもね、たくさんの方がこの飛び級制度で、N フラワーの講師として活動を今現在してくださっています。なのでぜひね、こう他のスクールのやり方が合わないとか、 N フラワーにとても共感ができるとかいう方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらのメールアドレスまでお問い合わせください。よろしくお願いします。このスクール自体の大きさから言うと、まだまだね、他の大きいスクールたくさんありますけれども、ぜひね、その大きいスクールと N フラワーのやり方をこう比べて見ていただいて、いただけたらいいと思います。ただもうホームページに書いてあること、それだけでこう判断して入ると大変なことになるような気がします。もうこの楽しいとか癒しとかレッスンの、技術力とか、そういうものを総合的に考えてお花のレッスンは選んだ方が僕は良いと思います。なのでぜひ N フラワーをご視野に入れて考えてみてください。でまた N フラワーのサイトを見ていただいて、まだ自分の県には N フラワーがないとか、あとは時間帯がどうしても合わないとかっていう方のために、N フラワーでは通信講座も用意しています。通信講座、はっきり言ってものすごく皆さん上手くなってます。通信だからどうだろうなっていう半信半疑の人もいると思いますが、これかなりテストケースを重ねて出来上がったものです。なのでもう実際の生徒さん本当にものすごく上手いです。なのでこちらもぜひ視野に入れて考えてみてください。では、たくさんのご応募を待ちしております。よろしくお願いいたします。もう一つお伝えしておきます。先日、海外講師募集をこの動画でしました。ものすごく多くの国の方から今ご応募が来ています。もうね、世界中でこう N フラワーがこんなにこう N フラワーを広めたい人がいらっしゃるんだなということが分かってものすごく感動しています。なのでそちらの海外講師の募集の方もどんどんね、こう広めていきたいと思ってますので、ぜひね、私は N フラワーを海外に広めたいっていう講師希望の方がいらっしゃいましたら、こちら同じ場所ですけれども、同じアドレスですけれども、こちらにご連絡ください。それではよろしくお願いいたします。失礼します。